ベンジャミン・オコルスキーはアメリカ合衆国アリゾナ州ツーソン出身の男性フィギュアスケート選手。2007年全米選手権優勝。パートナーはブルック・キャスティルなどアリゾナ州のツーソンに生まれ8歳の時にスケートを始めた。当初は男子シングル選手として活動していたが12歳の時に妹のコリーン・オコルスキーと組ペアへ転向した。 やがて着実に力をつけ、2001年全米選手権、ノービスクラスで4位、翌2002年全米選手権、ノービスクラスで5位となるまでに成長したが、シーズン終了後にペアは解散した。その後、友人であったブルック・キャスティルと新たにペアを組み、2002から2003年シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦を果たした。2003から2004年シーズンの JGPSBC 杯で初表彰台の3位となり2004年全米選手権ジュニアクラスで2位となるなど頭角を表した。トリノオリンピックを控えた2005から2006年シーズンからシニアクラスに転向し ISU グランプリシリーズに参戦を果たしたが2006年全米選手権では8位に終わりオリンピック代表に選出されなかった。2006から2007年シーズン ネーベルホルンハイで優勝し、2007年、全米選手権では、井上レーナジョン・ボルドウィングミを抑えて初優勝を飾る。全米チャンピオンとして臨んだ2007年世界選手権では12位に、終わった。翌2007から2008年シーズン、2008年、全米選手権で3位となり、2シーズン連続の4大陸選手権及び、世界選手権代表に選出された。 2008年4大陸選手権ではフリースケーティングで逆転し初表彰台の3位となった2010年に現役引退を表明したバンクーバーオリンピック最終予選国際スケート連盟主催ありがとうございます